KD デ,デニーはアメリカ合衆国フロリダ州出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーはジョン・コフリン、ジェレミー・バレット。妹はフィギュアスケート選手のヘイブン・デニー。2010年バンクーバーオリンピックアメリカ代表。2010年、2012年、全米フィギュアスケート選手権優勝。2006年、13歳の時にジェレミー・バレットとパートナーを組むが、 当時バレットは23歳でありそれぞれの年齢による出場制限で選手権に出場することが難しく一旦解散した。その後デニーはシングル種目で国内大会に出場していたが2008年にバレットとペアを再結成。同シーズンに国内の地域選手権から 全米選手権に2位まで駆け上がり、世界選手権に出場した。翌シーズンは全米選手権で優勝し、バンクーバーオリンピックにも出場を果たした。2011年にバレットとペアを解消。新たにジョン・コフリンと組んで全米選手権の優勝経験者同士というペアを結成し、グランプリシリーズに出場した。全米選手権は異なるパートナーで2度目の優勝を果たし、 4大陸選手権でも銀メダルを獲得した。2012から2013シーズン、グランプリシリーズでは2000連続で銅メダル。12月4日に、コフリンは左股関節の関節唇断裂の手術を行ったために全米選手権を欠場した。実績により、世界選手権の代表に選ばれていたが、次シーズンへの準備のために欠場を発表した。 2013から2014シーズン全米選手権では SP4 位と出遅れ FS1 位で総合3位となるもソチオリンピックの代表には選ばれず世界選手権の代表となった。しかし右足首の怪我により欠場を発表した。6月24日、前述の怪我のリハビリのために2014から2015シーズンの試合の欠場を発表した。 2015年7月27日引退を発表した。ありがとうございます。